皆さんこんにちは、パーソナリティのアコです。今回のテーマは日本のお茶。皆さんはよく日本茶を飲みますか？その歴史は深く、私たち日本人にとっても馴染み深い飲み物ですよね。今回は初めて飲んだ日本のお茶に馴染めなかったアメリカ人女性が、とあることをきっかけに日本のお茶が大好きになってしまったというエピソードをご紹介します。早速見ていきましょう。この間交換留学で日本へ行ったけど、そこでとても素敵なものと出会ったわ。それは日本茶よ。最近はみんな健康志向だから、アメリカでもすでに飲んでいる人はいるわよね。でも実は私、最初は日本茶が苦手だったの。私が初めて日本茶を飲んだのは、日本に来て初めて入ったお店で、アットホームな雰囲気の定食屋さん。席に座ってすぐに熱々のお茶が出されたの。飲んでみたけど、とっても苦くてびっくりしちゃったわ。飲んでいるうちに慣れるかとも思ったけど、後味が土っぽくてどうしても無理だったわ。正直、何これって思ってしまったわ。アメリカでは砂糖の入った飲み物ばかり飲んでいたからしょうがなかったのよね。でも私はその次の日には日本のお茶が大好きになっていたのよ。というのも、私はその定食屋さんから日本のホームステイ先に帰った後、その家のファミリーに、日本人はあんなに苦いお茶を毎日飲んでいるのかって聞いてみたの。そしたらそこのお母さんが、日本にはいろんなお茶の種類があるから苦くないお茶から試してみるといいわと言って、私に緑色のラベルがついたペットボトルのお茶を渡してくれたわ。キャップを開けて試しに飲んでみたの。それは一口目から衝撃的だったわ。なんだかほんのり甘かったの。後味もすっきりさっぱりしていたわ。とても美味しかった。日本では自動販売機にお茶が売っていて、お茶だけでもたくさんの種類があるそうよ。お母さんが渡してくれたのは、その中でも甘味を際立たせて飲みやすくしたものだったわ。その後、お母さんが私に玉露という種類のお茶をホットで入れてくれたの。綺麗な明るい緑色で、とってもいい香りがしたわ。それに、とても甘味を感じて美味しかった。後味も爽やかで、心も体もほっと温まって、幸せな気持ちになったわ。玉露は高価なお茶だけど、濃厚で旨味があって、人気も高いと言っていたわ。同じお茶でも色々あるよね。どっちのお茶も、あの定食屋さんで飲んだものとは全然違ったように感じたわ。それから私は日本のお茶に夢中になって、もっといろんな種類のお茶を飲んでみたいと思ったの。そこでお母さんに協力してもらって、たくさんのお茶を試してみたの。次に私がハマったのは麦茶よ。麦茶は日本の夏には欠かせない存在なのよ。だいたいどこの家庭の冷蔵庫にも入っていると聞くわ。麦茶は緑茶と違って大麦を使ったもので、玉露よりは甘くないけど、香ばしくて優しい味がしてとても飲みやすいのよ。それにカフェインがゼロだから、日本の暑い夜の日にも飲むことができるわ。キンキンに冷やした麦茶は最高なのよ。ペットボトルでも売っているけど、麦茶のティーバッグを買って、それを茶筒した水に入れておけば簡単に作ることができるのよ。こっちの方が経済的ね。ほうじ茶という種類のお茶も気に入ったわ。緑茶にも種類があって、生産過程によって変わるの。ほうじ茶も緑茶の一種で、茶葉を煎ったものよ。これもまた独特の香ばしさがあって美味しいの。苦味も渋みもあまり感じなくて飲みやすいわ。これはカフェインだけじゃなくて、カテキンも含まれていないのよ。私は食後に飲む熱々のほうじ茶が大好きよ。お母さんは私に
お茶漬けという料理も教えてくれたわ。それは白いご飯の上に海苔とかいろいろな具材を乗せて、ご飯が半分浸かるくらいまで緑茶をかけたものなの。ご飯とお茶さえあれば乗せる具材は何でもいいから、いろいろアレンジができるのよ。私は鮭を乗せたものが大好き。簡単だしとっても美味しいのよ。お茶をかけて食べるから、飲むような感覚で食べられて、時間がない時にもぴったりね。お茶のことを調べているうちに、お茶の入れ方によっても味が全然違うことを知ったの。例えば低い温度のお湯で入れると旨味や甘味が濃くなって、高い温度のお湯で入れると苦味や渋みが濃くなるらしいわ。他にも急須というお茶を入れるためのポットに入れる茶葉の量とか、お湯を入れてから蒸らす時間とか、少し変えるだけで全然違うそうよ。ちなみに茶葉の量は急須に合わせてケチらないことが大事ってお母さんも言っていたわ。実際に試してみても同じ茶葉を使っているとは思えないくらい味が違ったわ。お茶ってとっても奥が深いわよね。たくさんのお茶を飲むうちにお茶本来の味にも慣れたみたいで、苦めのお茶でも飲めるようになったのよ。苦めのお茶は甘いお菓子にとっても合うの。抹茶にはまだ慣れないけれど、いつか美味しさを語れるようになってみせるわ。いろんな種類のお茶を試す上でとっても便利だったのが日本の茶葉屋さんよ。ホームステイ先の近所にあったから、お母さんに連れて行ってもらったの。日本にはたくさんあるみたい。入った瞬間、いろんなパッケージの茶葉がずらっと陳列されているのが見えて、とても驚いたわ。そこには茶葉の種類だけじゃなくて、産地もいろいろな茶葉が置いてあって、どれを買おうかだいぶ迷ったの。茶葉だけじゃなくて、お茶に合うお菓子もたくさん置いてあって、夢みたいな空間だったわ。アメリカにもあればいいのにと思ったくらいよ。こんな風にして私の日本での日々はあっという間に過ぎていったわ。日本のお母さんのおかげでとっても素敵な飲み物に出会えて最高だった。アメリカに帰ってからもお土産に買ってきた茶葉を使って毎日お茶を飲んでいたわ。今はそれも使い切ってしまったから、通販で日本の美味しい茶葉を取り寄せて飲んでいるわ。アメリカのスーパーにはなかなか売っていないの。でもペットボトルのお茶は最近スーパーでもたまに見かけるようになったわね。この調子でもっと増えていってほしいわ。出かける時に一本持っていけば、疲れた時にほっと一息つけるからいいわよね。でもやっぱりまた日本へ行ってお母さんと一緒にお茶菓子と美味しい日本茶で穏やかな時を過ごしたいわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。緑茶といってもいろんな種類があるよね。僕も玉露が一番好きだよ。ちょっと高いけどね。私も最初に日本でお茶を飲んだ時、苦くて断念してしまったの。もっと他の種類を試してみればよかったわ。私も麦茶大好き。暑い時にはいくらでも飲めちゃうわ。僕も日本へ旅行に行った時、ペットボトルのお茶が旅のお供だったよ。私も最初は独特な味になれなかったけど、いつの間にかお気に入りの飲み物になっていたわ。僕は苦いお茶が大好きだよ。その時の気分によって飲み分けているのさ。ほうじ茶って知ってる？日本の食事にとても合っていると思うわ。最近では海外のスーパーなどに日本の緑茶が数多く置いてあるそうです。最初は彼女のようになれないこともあるかもしれませんが、ぜひ日本のお茶の美味しさを知ってもらえると嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ
チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。